あいつがやってきた。各地で首の長いナッシーの目撃情報が。私も早速ポケゴンを起動すると、ミヤバイには黒いシルエットがよし出動です。外にはウゴのタケノコのように首の長いナッシーが。そうです、アローラ姿のナッシーです。ホンジャバ、この一帯を捕獲してみます。アローラ地方でのナッシーはこんな姿してるんですね。ではゲットチャレンジへ。AR で見てみます。 Android は AR プラスには対応してないので、後ろには回り込めません。上下は見ることが可能です。見上げた感じで全体が収まります。いい感じです。攻撃モーションは頭を前に振り下ろす。では捕獲します。図体の割にエクセレントは難しい感じでした。ゲットです。この画面なら後ろ姿も見れますね。上は見れませんけど、尻尾に顔がついてます。評価は微妙だった。図鑑登録の演出はなし。図鑑にはナッシーのところに登録されてます。アローラ姿見た後だとすごいずんぐりむっくり。こちらの方がヤシの木感がある。ちょっくらアローラ姿のナッシーでジムを攻撃してみます。図体の割に身のこなしは軽い。なんかハピナスのゲージをゴリゴリ削れる気がする。気がしてるだけかもしれませんが、ノーマル姿より強かったら今までのナッシーは一体となってしまいます。というわけで、突如出現したアローラ姿のナッシーでした。